岩村忠高、岩村忠高だか,から1899年1月7日は、明治期の官僚、政治家、三重県令、元老院議官、貴族院直選議員、近景官司行、旧名、右近、佐賀藩市の家に生まれる。明治2年7月17日佐賀藩県第三次に就任。同年7月23日明治政府に出資し、開拓御用係となる。 以後、開拓県法眼、県民部県大、進む、山形県大三次道県三次を歴任。明治5年9月18日、三重県三次に転じた。1873年11月2日、三重県御礼。1875年12月9日、三重県礼に昇進。1876年4月18日、現在の三重県が成立し引き続き県礼を務め。 県政の基礎を確立することに尽力。同年12月、EE の軍に橋を発した、地租改正反対一揆である、伊勢暴動が起こり鎮圧した。また、1880年5月、通常県会に、軍庁、軍議員造法案を提出したが、県会で削減が可決された。岩村は、原案執行を行い、財源を地租として徴収したため、 県議30名が異議を唱え辞表を提出し帰郷した、連米辞職事件が起こった。1884年7月10日、元老院議官に就任。1890年10月20日の廃止まで在任し、辞職となり、同日、近景官志向を仰せつけられ、1891年4月21日、辞職元元元老院議官を遺岸弁本官となる。 同年4月15日、貴族院直選議員に任じられ、死去するまで在任した。ありがとうございます。